はい、こんばんは。島津のエビルナムブロークンマスクになります。ということで本日もやっていくんですけど、前回ですね、盤での脱出に成功しました。それで今回はですね、こちらの方をね見ていきたいと思います。選択上ゲームオーバー。自分の予想では選択場付近でマデリンにバンバンやられてると、このエンディングになるんじゃないかなと、ゲームオーバーのバッドエンドになるんじゃないかなって踏んでるんで、そうですね、今回はここを見て、で、次回、例の装置の方を見ていければいいかなと思ってます。はい。それではやっていきましょう。多分なんだけど、ラストで選択場で捕まれば問題ないと思うので、なんか書いてたね。しまった、別のことが書いてあったけどちゃんと読んでなかった。ラストね、まあ捕まるようにしましょうか。あそこで、それまではまあ普通にこう進めていくって感じでいいかな。おれよ、もう捕まっちゃった。来てたみたい、後ろから。うわ。I hope your body can withstand this punishment. Otherwise, I'll have to bury you. 無理なら埋めないといけないっつってる。君がこの罰に耐えられるか心配って。無理だったら埋めましょうって。もう耐えられてないんだって。死んでんだって。あの時点で。埋めないといけないってことはさ、みんな。なんかあるってこと？他に。この前は、屋根の上から落とされて事故死って感じだったけど。え、待って、これ屋上なんだけど。え？どうすんの？埋めるっていう。通常のバッドエンディングってあるんですかね。そしてこういった場所来れました。どこに繋がってる、これ。開けるためには特別な鍵が必要だ。ないなぁ。今あるんですかね、アーリーアクセス版で。ここが通れるようになる。どうなんだろう。まあ、こういったルートもありました。ちょっとさ、やられてみる？あえてまた。その、洗濯場に行く前に。ね。の前に、まずはちょっとこっち。行ってなかったルートに行こう。ああ、ダメか。ああ、なるほど。向こうからアンロックはできるっぽい。ちょっと埋めるエンディング。ね。見れるかもしれないから。はい。Behave better!Or the Lord will punish you again, child. あ、これで死んだらどうなる？死ぬ？死んだ。やっぱ子供だよね。子供だよ。子供にそのハンマーは耐えきれないわ。ほんと。あ、4回になった。That is pure mercy.あれ？ 5 日目が来た。ん？どういうこと？え、最終日だったよね、5日目。あれ？ 5 日目最終日だった気がするんだけど。え、これランダムってこと？ちょっと燃えて死んでみようか。え？え？最終日がランダムっぽいぞ。これはこの死んだことが最終日になった。6日目。前回も最終日って6日だったっけ？ 5 日じゃなかったっけ？いや、多いよね。書いてある文が。だから、1日増えてるよ。前はもうちょっと少なかった気がするもん。うん。じゃあ、最終日。死んでみましょうか。一日増えていくかんね。なんか、変化があるはず。金属のものは音が大きい。投げるときは対比ルートを考えておけ。
いた。ヘイ。Come here, brat. 嫌です。ごめんなさい。許して。Stay in your room and write a million times that you will be good. 100万回書きなさい。どうなる？エンディング。埋めるエンドになる？ね、日数も変化してたし。あ、変わった。はぁ、来たー。みんな、埋めるエンド来たわ。埋められちゃった。ごめんなさい。いい子にしますから。いい子にしますから、埋めないでください。やめてください。あ、助けて。助けて。はい。皆さん。なんと、埋めるエンド来ました。変化するっぽいね、ゲームオーバー。ということは、この選択上ゲームオーバーって、単純にゲームオーバーしたら見れるエンディングなんですかね。それとも選択上に行かないといけないっていう、そういった、そういった、ま、条件があるのか。ちょっと、検証してみようか。もう一回、普通に死んでみます。お前は親にも嫌われた子。こっちに来なさい。そうなの？親に嫌われたから僕ここに来たの。イーグル中学校には良き中学校なんだここ。大きなハンマーであと2回も殴ればお前を洗濯室で働かせられるわ。来た来た来た。これ多分洗濯機エンド行くよ。文言の方でエンディングが変わるんだ。みんなどうなるか。うん、埋めないといけないっていう文言が流れたら墓埋めエンド。洗濯室って出たら洗濯場エンディングにつながるんだ。で、あと2回。うん。今回はコンティニューはあと、2回までしかできないから、計5日。うん。で、今バグって声が出てないけど、お捕まった。他の子のところに連れてってあげましょう。あ、そういうこと？洗濯場に行った時に誰かの声がね、うめき声が聞こえてきたけど、あそこにどうやら洗濯場で罰を受けてる子がいたんだ。で、お前も同じとこに連れてってやるって言われた。うん、洗濯場で罰を受けなさいと。吹っ飛ばされたんだけど。私の方がよっぽど辛いのよ。どういうことですかね。でもいろんなこと聞けるね。うん、ここで。あれもう2日経ったけど、まだ最終日になんないよ。さあ来ました最終日。さあ果たして私は洗濯場に行けるんでしょうか。そしてどういったエンディングを見れるんでしょうか。さあどうだ、いけるか。あ、来た。バッドエンディング。へえ、マスク。あ、このマスク、そういったもんだったんだ。ああ。つけられちゃった。来た、みんな。お正気として洗濯の仕事をさせられた。ここで流れてたマスクはお正気用のマスクだったんですね。マスクをつけさせるってことはおそらく自我の矯正ですかね。簡単に言うとマスクをつけることによって自分の顔を見ることができなくなるから、それで自分が何者なのかね、どういった存在だったのかっていうのを忘れさせるためにつけさせる。そうすることで今まで悪いことをしてた自分を忘れて新たな、人格に作り変えるっていう意味でマデリンがつけてるんじゃないでしょうか。そして自我の
強制をしてるついでに選択をさせると。ということは、ね、結構な声が聞こえてきた気がするんで、何人もの子が、このマスクをつけて、舌で選択してるんでしょうね。多分ね、そのシーンとかもアップデで追加されると思う。選択上の一部がアップデで追加されますっていうことで入れなかったけど、あれ多分ね、地下に続いてると思う。地下のこの選択場に。で、そこで、みんながどうやって、罰を受けてるのかっていうのが見れると思うんで、ちょっと楽しみですね、アップデが。はい。で、ちょっとね、短めな気もするんで、なんか一個確認できることやってみようか。これちょっと確認してみよう。アラームを発動させずに玄関から脱出。アラームがどこにあるか、ちょっと見てみたいと思う。パッと見ないんですよね、こっちには。だから、そこじゃないかね。それじゃあドア開けてみましょう。開けた。で、ほら、やっぱ。センサー式になってるっぽいけど、パッと見ないよね。上にもセンサー。どこなんだ?ということは、ここのセンサー装置。物を投げると?あー、見て。ここにあったんだ。なんか、そう、俺、最新鋭のセンサーとかかなって思ったんだけど、赤外線センサーとか。思ったんだけど、すげえ単純だったわ。これどうやって解除すんだ?みんな、解除の仕方がわからん。これをどうにか解除しないといけないんだけど。物投げるんですかね?物投げれば大丈夫って感じ?いや、普通はね、作動するけどね。でもそれしかないもんね。手で解除。引っこ抜くとか、引っこ抜くとかができないから。はい。はい。ダメだ。あ、わかった。みんな。洗濯物を積み重ねていくんだ。多分。そうすれば、登れるんじゃない?それか、ハサミある?ないよね。裁縫系の。とこ、探してもハサミは。オッケー。あれ?当たってた。いや、私はこれが欲しかったんだ。すまんな。オッケー。どうにか脅かして。悲観でね。あぶねえ。ギリギリのドリフトで行きました。はい。足場確保。はい。乗れるよ、みんな。オッケー、来た。これ一個あれば、センサーは突破できるでしょう。こんな感じ?いけるかな?いけるかな?せーの。ダメか!これ、何が正解だったんですかね?失敗しちゃったな。いけるかなって思ったんだけどね。2個必要だったかね?もしかして。奥と手前。そうすれば、乗って渡れたって感じ?くそー。作戦失敗です。まあ、でも、トラップがどこにあるかはね、理解しましたね。あとはどうやって解除するか。はい、ということで、本日はですね、このゲームのエンディングの一つである、選択上ゲームオーバーというね、エンディングを、見てみようっていう回だったんですけど、無事にね、確認することができました。で、おまけとして今回は、まあ、センサーを鳴らさないようにして脱出を試みたんですけど、センサーの位置はね、どうにかわかったんですけど、結構古典的でしたね。ただここをね、通り抜けることに失敗してしまいました。果たしてね、何が正解なんでしょうかね、あそこは。ということで、本日をもって、こちらのゲームの全エンディング、確認できることができたので、よかったです。またね、これ以外にも動画で検証できそうなことがありそうだったら動画にしていきたいと思いますけど、もしなかったら、またアップデの時、動画を上げていければいいかなと思います。
その時はね、ぜひとも遊びに来てやってください。よろしくお願いします。それでは、島津のエビルナムブロークンマスクになりました。失礼させていただきます。見てくれてありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。